アルギルダスもしくはオルゲルトは中世リトアニアの君主。アルギルダスは1345年から1377年にかけてリトアニア人とルーシ人の君主とリトアニア大公国を統治した。西方の国境を守る弟のケーストゥティスの指示の下でアルギルダスはバルト海から国海、モスクワまで50マイルにも及ぶ広大な領域を築いた。アルギルダスは 大公ゲディミナスの7人の息子の一人である。ゲディミナスは1341年に死ぬ前に領土を分割したが、最年少のヤブーヌティスは首都ビリニュスを支配していて、名目上は優位だった。弟のケーストゥティスの援助の下で、アルギルダスは無能なヤブーヌティスを追放して1345年に自身が大公であると宣言した。 1345年から1377年までの32年に渡る統治はリトアニア大公国の発展と拡張に捧げられた。アルギルダスは公国をヨーロッパの強国かつ大国の一つにしようと努めた。アルギルダスの波外れた政治力とケーストティスの長きに渡る献身という二つの要素はこの結果に貢献した。巧みに領土が分割されたことは アルギルダスが東スラブ人の資料にケーストティスが西方の年代記に主に出ている事実からも反映されている。アルギルダスの東方政策が西方の隣人であるモスクワやポーランドと次第に敵対する競争相手になる中、北方のドイツ騎士団や南方のジョチウルスの目は等しくリトアニアに向けられていた。アルギルダスは単に己の力で成功したのではなく、 モスクワやジョチウルスの拡張の中で影響や領土を得てリトアニア対抗国の国境を国会北岸まで広げた。アルギルダスの主な試みはキーフルーシ以来のスラブ人の地の安全を目指したことである。息子のアンドルスをプスコフ公とすることに成功し、またノブゴロド共和国の市民の中の権力を握る少数派はモスクワの影響力に対抗するためアルギルダスを 支持して、勢力バランスを取ろうとしていた。しかし通商の中心である、両都市におけるアルギルダスの優先は、不確かである。アルギルダスは、西方、ルーシュの重要な広告であるスモレンスクとブリャンスクを占領した。しかし、モスクワとの関係は外して有効だった。西京都であるコーヒとの結婚は、いずれも失敗に終わった1368年と1372年の、 モスクワ包囲の障害にはならなかった。アルギルダスの重要な功績は1362年に南ブク側における青水の戦いでジョチウルスに勝利したことである。カンプなきまでに叩きのめされたジョチウルスはより南方に移動することを余儀なくされ、後のクリミアとなる彼の地に本拠を築いた。現代の歴史家はゲディミナスやアルギルダスが異教を保持したことは、 外交上の手段や武器として役に立った、勢力と独立を維持する手段として、回収の約束を使用することを可能にしたと論じている。ヘルマン・ホン・バルト・ベルゲーア・ヤン・ドゥー・コシュによればアルギルダスは1377年の夏に死ぬまで異教徒のままだった。同時代の東ローマ帝国の報告も、西方の資料を支持している。ネーロ思想主教は、アルギルダスは、 火を崇拝する大公としるし、別の総主教フィロセオスは、不信仰のアルギルダスを援助した、ルーシの貴族全員を破門している。アルギルダスの一教の信仰は14世紀の東、ローマの歴史家であるニケフォロスゲオールギウスの報告にも、見出せる。アルギルダスは18頭の馬や舞者柄おそらく北緯54度55分42秒、時計25度01分04秒。 北緯54.92833度統計25.01778度54.9283325.01778に位置するクカビエイティスの森林聖堂付近の木製の所有物とともに儀式用のき木で焼かれた2009年現在埋葬地の可能性のあるマイシアガラ付近は調査と発掘を受けているアルギルダスの子孫にはトルベツコ池 チャルトリスキ家、サングシコ家といった貴族の家系が含まれる。アルギルダスを解雇してみると、聖教会の頂点としてのウクライナとベラルーシの聖教会の信仰が見えてくる。16世紀のブイホビエツ年代記や17世紀のフスティンスカ年代記では、アルギルダスは1318年にマリア・ビテフスカと結婚する以前に聖教会に改修したと記述している。 しかしいくつかの聖教会の教会は確かに、アルギルダス治世下のビリニュスに建てられたものの、アルギルダスの改修に関する後の主張では、その生活に関する資料から見出せないとし、ほとんどの学者は偽りであると否定している。同時代の報告にもかからず、現代の学者にも、バチスコフのような何人かのロシアの学者は、アルギルダスは、聖教徒の統治者だったと主張している。それにもかからず、 アルギルダスが聖教会に改修したという伝承は疑わしい。早くも1460年代にアルギルダスの子孫によって書かれたキエフ洞窟修道院の記念本には、アルギルダスにはドミトリーという洗礼名が記載されている。ボイチェッツビユキカヤロビッツ、マカリオス一世、ブラディーミル・アントノビチによればアルギルダスは死の直前に修道士の誓いを立て、 アレヒウス修道院下のビリニュスの手男ス大聖堂に埋葬された。アルギルダスはビリニュスのアントニー・ヨアン・エウスタティスに死を命じたとされるが、彼らは後に正教会の致命者と褒めたたえられた。リタスに刻まれたアルギルダス子孫と異なり、アルギルダスはモスクワとポーランドの間で大きく揺れ動き、リトアニア語とルーシバナシを話し、カトリック教会の促進化からは遠ざける一方で、 異教と正教会に傾斜した。しかし、息子のヤガイラスは、ポーランド王位に着いた際に、カトリックに改修して200年近くにもわたる、リトアニアとポーランドを支配した王朝の土台を築いた。ありがとうございます。